パズルで楽しむ無理算数学の最先端、交わりほどきゲーム、プラナリティの話をしていきます。交わりほどきゲーム、プラナリティとはどういうゲームなのか、まず説明します。プラナリティでは、このような図が与えられます。点がいくつかあり、それらが線で結ばれています。点を動かすことができます。点を動かすと、それにくっついている線も連動します。目標は、点を動かすことで線と線の交わりをすべてなくすことです。このようになると、問題が解けたことになります。今行ったように、与えられた図の点を動かしてすべての交わりをなくすようにほどくゲームがプラナリティです。それでは、どのような問題が与えられてもいつでもうまくほどくことはできるのでしょうか。先ほどのような図のことを理算数学ではグラフと呼んでいます。動かせた点のことは頂点と呼び、頂点と頂点を結ぶ線のことを辺と呼んでいます。先ほどのような問題が解けるようなグラフでは、辺の数が必ず 3× 頂点の数マイナス6以下になるということが知られています。これはグラフ理論と呼ばれる理算数学の一分野における基本的な定理です。今、このグラフにおいて、辺の数と頂点の数を数えてみると、辺の数は15、頂点の数は10であることがわかります。すると、右辺にある 3× 頂点の数マイナス6という部分が24であるということもわかります。つまり、このグラフにおいては、辺の数が 3× 頂点の数マイナス6以下であるという式が成り立っているわけです。では、次のようなグラフではどうでしょうか。このグラフの辺の数は10であり、頂点の数は5であることがわかります。この時に右辺の 3× 頂点の数マイナス6を計算すると、9になります。つまり、辺の数が 3× 頂点の数マイナス6以下になっていないわけです。そのため、このグラフはどういうふうに頑張ってもうまくほどくことができないということが、グラフ理論における基本的な定理からわかるわけです。では、ほどくのはどれぐらい難しいんでしょうか。このようにグラフが与えられたときに、できるだけ頂点を動かす回数を少なくほどくということを考えてみます。例えば、このように動かしたら1回と数えます。2回、3回、4回、5回、今の場合は5回動かすことでほどくことができました。では、5回よりも少ない回数、例えば4回や3回動かすだけで解くことはできたのでしょうか。ほどくための最小手数を求めることが難しいということが数学的に定理として証明されています。この難しいということは PvsNP 問題という問題に関係しています。PvsNP 問題というのは数学の最大難問の一つとして知られている問題で、今も未解決のままです。そのような数学の難しい問題がこのようなゲームと関係しているということは興味深いですね。ご視聴ありがとうございました。